宮古のえそれは知らなかったジャーナル特別編です。今日は12月7日土曜日、昨日参議院で秘密保護法が通過して可決されて一夜明けました。今回私がインタビューしたのはこの秘密保護法の成立に大きく関わっている重要人物です。その方の名前は西山太吉さん。毎日新聞の元記者で大きなスクープを取った方です。1971年の沖縄返還に絡んだ日本政府とアメリカ政府の密約をスクープした、外務省から情報を取ってそれを国民に知らせた人です。とても勇敢なジャーナリストの方です。でこの方がなぜ今回の秘密保護法案と関係があるのかというと、森雅子大臣がこの秘密保護法の必要性を聞かれて、この西山事件がその動機だと答えました。この、渦中の方にインタビューしました。インタビューをしたのは11月27日山崎豊子さんを偲ぶ会の後です。山崎豊子さんは西山太吉さんのことを運命の人という小説に書き、それがドラマ化されています。この西山さんはもう今年74歳なんですね。すごい厳しい人生を生きてこられた方だと思いますけれども、何よりもこの秘密保護法のことや密約のことに向き合ってこられた方です。インタビューは30分程度ですが、非常に熱く、時には怖いなって思うくらいの情熱を垣間見せてくださいました。その奥にはもちろんこの自由で平和な日本への思いっていうのもあると思います。勝手に私なんかが解釈しちゃいけないと思います。まず見ていただけたらと思います。この11月27日の山崎豊子さんを偲ぶ会の前は11月21日この参議院で参考人質疑に呼ばれています。これは NSC 法案の方だったんですけど、ちょっとそのビデオも挟みますので、ぜひそちらもご覧ください。では見てみてください。今度の国家秘密保護保全法制の中心というのは、よくテロ対策であるとかスパイ防止だとか言ってますけど、こんなものは誰もがみんなそういうものの情報を隠そうとかいうものについては何もそんなに異論はないと思いますよ。私一般の問題は日米安保体制を軸とした外交安保です。これが日本の国家の基軸なんだと、日本の安全保障の基軸は日米安保であるということを、今盛んに自民党政権は、公明党政権は盛んに国民にアピールしているわけでしょ。日米安全保障体制こそが日本の国家を存立させる基盤なんだと。であるとすれば、そのせいに沿って、最大限日米安保体制がどのように動いているか、どのように機能しているかということを、最大限国民に知らせなくちゃいけないと思うんですよ。私は逆だと思うんですよ。隠すんじゃなくて知らせなくちゃいけないと思うんです。外交交渉の過程をですね、いちいち公開する必要はない。しかし、ここではっきり言いたいことはですね、外交交渉っていうのは折衝、話し合い、もう小さなパターンからもう非常に大きな条約協定の交渉まで、それこそすごい幅が広く、また奥行きの深いものです。ランクが非常にたくさんある。だけれども、日米間において日本の安全保障及びその他の問題について、重大な問題について、もし物事が決まったと、結論が出たと、取り決めが交わされたと、あるいはまた了解されたと、そういうような事態になれば、それは全部国民に正確に伝達されなくちゃいけない。それを隠すということになれば、まさに国民主権、民主主義は崩壊しますよ。日本の安全保障というのは日米体制によって支えられているんだと、日米安保条約がこの動脈なんだということをね、120% 強調しておきながら、国民主権に対してね、国民の主権者に対して、
抑制し、隠蔽し、安全保障っていうのは非常に大事だから、これはいちいち出しちゃ大事だよっていうようなムードをどんどんね、醸し出していってね。で、それによって、そっちの方にどーっと、この情報をね、管理を政府側のペースに巻き込んでいこうっていうようなね、そういうのは、おのずからね、政府のね、一つの、本来的に政権っていうのはそういう性質を持っているもんですけれどもね、今度の場合、それがすごく強調されてるんですね。日米間の情報というものをね、国家間の非常に重要な情報っていうのは日本から出たことありますか？日本の国内の官僚が内部告発をして、そしてあるいはまた非常にこれ重要な違法性があるとか、違憲性があるとかっていう認識を持ってですね、内部の告発をして、そしてそれが日本中を震撼させると。私はよく情報の漏洩が最近非常に怖いとかなんて言ってるけど、この前ある覚書みたいなのに書いてあったけれども、ずっと私はこの60年を振り返ってみてて、すべての沖縄問題もそうだし、それから日米新安保条約の問題もそうだし、それから沖縄問題もそうだし、それからイラク戦争に関する問題もそうだ。ほとんどアメリカですよ、情報源は。日本から内部告発ないしは日本から情報が出ていって、むしろアメリカにいろんなトラブルを起こさせたというようなね、話は、まず正確にずっと振り返ってみるとね、ありえないです。ほとんどね、アメリカの情報開示です。情報開示がいかに素晴らしいものであるかということをね、我々は勉強しなくちゃいけない。アメリカの情報開示の凄さ、1900年代に入っての情報公開をまたグッと入れてですね、今や25年、30年経ったらですね、まあ 99% 開示してます、今ね。それだからこそ機密を逆に厳重に指定できるという面があるんですね、ある時期において。相関関係なんです。情報公開と機密っていうのはね、相関的に相互に絡み合ってるんですよ。だから日本の沖縄の問題にしても何にしてもですね、原先の日本の気候という問題にしてもですね、ラロックという人が初めて喋ってから出てきた。全部アメリカのですね、情報源はアメリカなんですよ。日米関係の重大な情報は。ですからね、私はアメリカが日本に、おい、お前たち、ちょっと喋りすぎる危ないやって言ってですね、情報をですね、監督しろなんていうね、私はそういう懸念はないと思う。むしろね、アメリカの方の情報公開の方がですね、日本をどんどん揺り動かしてですね、日本をリードしている。それをもうちょっと考えてほしい。アメリカはですね、キューバ侵攻の時に失敗したと。失敗したら失敗したで、ケネディは失敗したということを言うんですよね。アメリカはイラク戦争で失敗したと。大義名分は、あれはでち上げだったと。そしたらやがて、いや、あれは間違ってたと言うんですよ。イギリスもそうですよ。イラク戦争に参加したら、これは間違いだったかどうかというのを検証するわけです。徹底的に。そしてね、やがてそれはね、俺たちは間違ってたと、こう言うんですよ。なぜ日本がそれ言わないか。言えばね、すごく簡単だ。言ったらね、こんなダラダラした変なね、もやもやしたね、不信感というのはね、生まれないです。この内閣の権限を一極集中化させようと、この際、一挙にね、ご覧になってくださいよ。内閣人事局作る。各省の幹部は全部、首相官邸で全部、人選できるわけですよ。日銀総裁も自分の配下。いいですか？内閣法制局長官も自分の配下。NHK の会長を決める。NHK の経営委員も全部自分の息のかかった連中。これはですね、ちょっとね、いくらそのね、権力の集中過程としても、こんなのが一挙にね、やるっていうのはね、異常なことですよ、これ。権力の集中というものはね、必ず秘密の保全を伴うんです。私は外務省とか防衛省とか、というような、この縦割りの中で生まれてくる、この非常に歪なこの保守主義、情報の管理っていうのは、これをね、私は体験してますけどね、非常に、我々はね、想像だにできないほどね、カタカナなものがあるんですね。そうするとね、私はこういったものをね、打破する意味でもね、こういう NSC なんかできてね、仮にもしそういうものから情報をかき集めてきて、収集して、そして国民にね、向き合うと。
だから外務防衛っていうよりもそれを乗り越えた一つの国民に直接ね話しかけ対話し、そして新しいね安全保障政策を作り出していくっていう、そういうような機能を持つ国家安全保障会議になっていただきたいと思うんですね。ありがとうございます。こちらです。はい、すいません、ここではなく、うん、あっちの角っこに泊まっていただけますか。あそこにしましょう。西山さん、すいません、これファックスをお送りしたはずが多分届いていなかったと思うので、昨日入れさせていただいた。見た見た。見ましたか。そうですか。それで、すいません、ちょっとデモクラテレビってインターネットのテレビ局で立ち上がったばっかりなんですけれども、あの密約というか、あの昨日強行採決されてしまって、その場に私もいて結構ショックでぐったりしてしまったんですけど、今日は何が何でも西山さんにお伺いしたいことが2つある、はい、大きく言うと、どうぞどうぞ。何ですか。あの参考人にいらっしゃった時に、はい、日本は、まあ、秘密保護法のような、はい、その機密保全の法律作るなら作るんでいいけれども、はい、決まったことは国民に知らせるっていうことを徹底させないと、はいはい、日本は全然ダメだよっておっしゃっていた、はい、そのダメだよは一体日本っていうのはどんな国になってしまうんでしょうかっていう、もしこのまま、あのね、まあはい、まあ、これも非常に話せば長くなるけれどもね、はい、今度の機密保全法っていうのが何をね一体一番狙ってるのかと、はい、国会の論争、巷の論争を聞いてみてもね、はい、私はね全然違うんだ、私の感覚体験と今までのずっと自分が新聞記者時代から経たね、はい、それから日本 の, この国家機密のというものがこう、まあ、もう世間を騒がしたようなね、はい、機密事件が あったとしてもね、はい、そういう経路をずっと見てきたと思う。60年ぐらいにわたってね、まあ、見てるとね、はい、今度の機密保全っていうのはね、スパイの防止だとかさ、はい、テロの防止だとかって言われてますよね、はい、それから防衛機密であるとか、はい、まあ、いろいろ、それから原発だとか、はい、まあ、いろいろ言われてるけれども、はい、私全然違うね、私の感覚は、ね、40万件もあるっていうわけでしょ、今の特別秘密に相当するような、特定秘密に相当するような秘密が日本には、はい、現状で40万件以上もあるっていうわけでしょ、はい、そして昨日総理が国会で意味軸も言い切ったように、はい、40万件のうちの 90% は、はい、衛星による写真だって言ったでしょ、はい、衛星がいろんな、はい、90% は写真だって言った、はい、そうすると40万件のうちの36万件っていうのは写真やね、はいはい、まあ、それはおそらく衛星から撮った写真で、いろんな面で防衛上の問題だとか軍事上の問題が中心になるわけだよ、はい、技術的な問題になるわけだよね、どっちかといえば。うーん、私は国家の機密の問題はこんなもんじゃないんだよね、国家の機密っていうのは そういう次元のものじゃない。そうするとね、4万件になるわけだよ、はい、40万件だって言われてるのに9割は写真だって言ったらやん、写真を国民が見たいじゃんって、見たいのは見たいだろうけどさ、それは国家の命運かけるようなもんじゃないと思う、はい、僕はね、はい、そうするとね、国家機密っていうのは何かって、究極は、外交機密ですよ、外交問題ですよ、はい、というのは日米同盟ですよ、うん、
日本とアメリカの関係に関するのを機密にするか機密にしないかっていう問題なんです。日米安保体制なんです。もうちょっと集約して言えば日米間の安全保障に関する問題に関する機密というのが機密なんです。これが本当の核心ですよ、ね、兵器の性能がどうだとか装備品の性能がどうだとか国民そんなに知ろうと思うような対象じゃないんでね。ということはそうすると、ね、国民主権ですから日本は、はい、いいですか、はい、主権者は国民だからね。主権者は主権者の国民の利益のためにね、機密っていうのはやむを得ずやるんだっていうのはそういう性質のもんだよ。主権者の国民の利益と安全のためにねどうしても秘密にせざるを得ないからね秘密にするんだというのが民主主義の国家における機密論だよ。何でもかんでも機密にしろなんていうのはとんでもない話だよこれ、ね、そうすると国民主権の見地から言えば主権者のある主権者である国民にとって一番大切なものは何かって言ったら日本の国は日米安保体制によって支えられてるんだというのが政府の説明でしょ。今の政府自民党の説明は日本の国家の安全保障は安全保障ですから機密の問題は安全日本の安全保障にとって重大な特に影響を及ぼすものが 特定秘密になるというわけだから、うん、日本の安全保障というのは日米安保体制によって支えられているんだというのが今の政府自民党の説明じゃないの、はい、そうでしょう。そしたらこの問題に関する機密が一番の機密だということになるわけだ。後の機密は大した問題はないよ俺からしたら、うん、ねえ。そしたら日米安保体制に関する日本とアメリカの関係がどうなのか、アメリカは日本にどんな要求をしてきて、日本がそれをどうやって受け止めるのかとか、日本とアメリカの間にどうやって了解ができたのか、あるいは約束ができたのか、あるいは日本とアメリカはこれから、アメリカの今度はこういう作戦行動に対して日本がどういうようにこれを協力するのかとか、そういう問題が日本の国家の機密のもうはっきり言えば私の体験上から言ってももう一番の機密ですよ。なるほど。ね、そうだとすればよ、うん、日本の国家の安全保障っていうのは日米安保体制によって支えられてるんだというのが国の説明であるとすれば、うん、日本の国家の安全保障にである日米安保体制に関するものを日本に国民にどうやってそういうようにそれがお前たちの生命財産を支えてるんだよっていう以上はいいですか、そういうことを言う以上はその日米安保体制に関する情報国家の情報っていうのは最大限に国民に説明して国民に理解と協力を求めなくちゃいけないっていうのが本来のあり方。ところがその中でお前たちの生命財産を守るためには日米安保体制だった そのためにはお前たちの生命財産を守るためには日米安保体制というものがどうしても必要なんだからこれだけはある時期においては秘密にせざるを得ないから勘弁してくれよっていうのが機密論の本質ですよ。これだけは勘弁してくれよってこれだけは機密にしますよっていうのが本来の機密のあり方ね。しかし僕がここで言いたいのはそれに関する機密の問題で一番大事なのは日米において了解したあることを了解し合った合意したそれから日米間においてある程度一致した意見がでこういうことで今からやっていこうというように合意したこの合意したとか一致したとか了解したとかっていうことは結論が出たということですから、ね、日米間で安全保障問題について結論は絶対に 120% 国民に伝達しなくちゃいけないよって、ね、その結論が出るまでの
交渉の過程だとか折衝の過程だとか了解、事項を作り上げるまでの過程においてはいろんな、意見が戦わされるし、意見が一致しない場合も一致する場合もある、それ変わる場合もある、流動的だから、それをいち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 国民に開示したり説明したりすることはできないし、物理的にも不可能だ。それは情報開示する必要ないよ、はっきり言えば。だけれども一旦結論が出たり合意したり了解し合ったりしたら、それは 120% 国民に正確に伝達して理解と協力を求めなくてはいけないというのが私の考え方。ということにすればよ、 特定秘密なんていう範囲はぐーっと 狭くなるよ。それを今何も論争 しない。いいですか。別表っていうのがあるんだよ。特定秘密は別表によって決まるって。防衛秘密、外交秘密、こういうものが特定秘密の対象になるよっていうのは別表があるよ。あと読んでないか。見てますね。外交の関する別表読んでごらん、はい、外交交渉の内容だとか、それからその時の結論の、まあ、全部あり方とか、なんか全部入っちゃってるんだ。安全保障に関する問題とか、外交に関する特別特定秘密を規定の対象になりうる条項っていうのは外交の全部に及んでるよ、うん、何でもかんでもできるようになってるよ、うん、え、 あの別表はとりあえず、ね、何にも規制されるような状況ないよあれ、え、外交交渉の内容まで入ってるよ、うんうん、いや内容っていうのは結論、過程、交渉の過程とか内容、結論全部入ってるやん。過程はいいって言うんだ僕は。過程は特定秘密に仮にしたとしてもいい。だけど変わるんだから、どん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 変わる、変わる。だけど一旦合意したとか結果が決まったとかっていうことは、国民に、主権者の国民にきれいに伝達しなくちゃいけないよ、これは。そうでしょ。これをごまかしたのは沖縄密約だよ。まさに交渉の結論を全部嘘800並べ立てたのは沖縄密約じゃないか。沖縄の密約というのは結論ですよ、あれ、ね、交渉の長い間かかってきて、いろんな知ったもんだ もがき苦しんで、いや、出来上がった結論ですよ、ね、対米密約、対米支払い、アメリカに対して日本が払う金は3億2000万ドルって書いてある協定には。大嘘だ。5億3000万ドルだったわけだ、ね、2億ドル以上の金を全部協定に載せてないわけだよ。これはね、大変なね、もうね、歴史上ね、今何にもこれを国会で追及しないことが間違いない。大事、これをどんどん追及していったら今の内閣を補助するよ。追及してないじゃない、誰も。3億2000万ドルっていうのは沖縄返還協定に書いてあるよ、対米支払いは。だから5億3000万ドルなんだよ。あとの2億1000万ドル全部隠しちゃったね。それが一つ。もう一つは核の問題よ。核密約、核は撤去するって言って、それだけやね。な、核は非常事態の時には持ち込んでいいって。日本は全部 OK するよって、核密約やね。それもダメ。結論が出てるのにも、それも嘘を書いてる。ね。結論を全部嘘書くっていうことはね、国会の承認案件ですから、外国交渉の結論は協定だとか条約っていうのは、国会の承認する案件ですから、国権の最高機関の国会が承認する案件だから、それに嘘を書くということは、はっきり言えば主権者を完全に憲法に違反する形で騙していることになる。こんな政治犯罪ないよ、これ以上の。それを今の犯罪者はずっと今でも、勝ってやった犯罪を今でも、そんなことはありませんありませんって否定するわけだよ。否定すること自体が犯罪だよね。そういう内閣がよ、秘密保全を作る資格があるかね。そういう内閣が機密保全法を作って、特定秘密をどん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 作っていったらどうなるんだっていう、そういう論争が何もないやね。私がもし国会の代議士だったら、これ徹底的にやりますよ。私随分あの野党にもそういうことを示唆したことはあるけれども、まだ具体化していませんけどね。そういう意味でね、外交交渉というもの、日米間の外交安全保障、
日米間の政治、経済、軍事に関する交渉ごと、日米安保体制、これが外今度の特定秘密の9割ですよ。他のものと比べ物にならないよ。西山さんはそれをそれを全部きちっと結果は全部国民に公表しろということに、仮にそういうのになったとしたら、今度の特定秘密法は、まあ、はっきり言うけど完全に制約されてしまうよ。それをなぜやらないのかっていう、もうだから参議院の予算委員会で委員会で私が喋ったのは、決まったことは全部きちっと国民に説明しろと、これ当たり前のことだけど、それができてないのが日本だということを、この前参議院の予算特別委員会で私が証言したわけだよ。そしたら後でわーっと代理連中がみんな私のそばに寄ってきたじゃない。見てました。それは すごくいいことで、いいことだって言ったじゃない、はい、代理士が議員連中がその西山さんのおっしゃったことは正しいって言ったじゃない。そうでしょうか、はい、そういう論争が行われてないじゃない現実に、ね、西山さんが野党に示唆して、示唆したってんじゃないっちゃ、示唆したんじゃなくて、ええ、それは私は参議院の特別委員会で初めて述べたんだけれども、はい、そしたらみんながその通りだって言ったじゃないか、自民党までが、ね、じゃあこれからその追及が参議院で市民を接する人は最後にどうせ通るんだったら、どうせ通るんなら最後にはそこに絞りをかけて いって、それを政府側に認めさせるかどうかということが一つの大きなキーポイントになる。ただしそんなことを向こうが政府与党が認めるかどうかは全然別としても、最後にむしろどうせ通ると数の力で通そうというんだったら、それが一番最大のポイントにしなくてはいけないよというように私は思ってますけどね。なるほど。私の長い間の実体験、実の体験から喋ってる。なぜ日本だけ結論を隠しちゃうんですか、アメリカもイギリスも。いや、それは沖縄返還交渉というものがそうだったからだよ。国内的なものとアメリカに約束することっていうのは、国内でそのままストレートにアメリカにコミットしたことを全部国内にそのままストレートに出したら、国内が猛反撃を受けて、猛反発を受けて、政権がひっくり返らないっていう状態にあるもん。そういう性質のものばっかりが日本にあるわけだ。ね、日本っていう国は憲法9条を持ってる国だよ。え、外国と違うんだよ。憲法9条を持ってるよ。そうでしょ。日本はアジアの国だよ。中国と朝鮮半島と東南アジアを全部侵略した国だよ。日本は。世界の国と全然違うんだよ、日本は。そうでしょうが、東南アジアも全部侵略したやない。中国も全部侵略したやない。朝鮮は全部完全に自分たちで統治したじゃない。植民地じゃない、完全な。中国は反植民地じゃない。ね。東南アジアは占領地じゃない。そういうところのものから戦後において、それらの国と付き合っていかなくちゃいけないんだよ。ね。そこで憲法9条はできたんでしょうが。憲法9条は。そしたけど、アメリカはそうじゃないじゃない。アメリカ、日本の憲法9条に枠にはまったらアメリカ何もできないよ。アメリカは全部憲法9条の枠組みの中で行動しろなんて言ったってアメリカできるわけないじゃない。アメリカはそんなもの何ら制約ないや。アメリカはアメリカの国際的な軍事戦略があるじゃない。アジアに行こう、インド洋に行こうが、太平洋に行こうが、どこに行こうが、アメリカの国家の戦略論に基づいて行動するじゃない。当然そこに大きなあれやね、矛盾が発生するやん。そうでしょうか。日本がアメリカと同じような行動を取れるならいいけど、取れないじゃない。憲法上の枠があるじゃない。第一、それから東アジア全域を侵略して、もう大きな歴史的な負債を、日本は負の遺産を背負ってるじゃない。そういう問題と、アメリカの軍事戦略でアメリカは自由自在に動けるんだよ。そうするとそのアメリカのそういうものの中に占領されてるんだよ。事実アメリカ軍がいるんだよ、そういうアメリカ軍が。そうすると日本とか、アメリカと一緒になって日本がやれるわけないじゃない。そこに大きな矛盾が発生するじゃない。そうするとアメリカがどんどんこう圧力かけてきて、お前たちは俺が守ってやってんだから、俺たちの言うこと聞けっていうのになるじゃない。そうでしょうが。
そしたら日本は日本で対応していかなくていけないじゃない。ずる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 引きずり込まれていくじゃない。そうすると憲法9条の 枠っていうのはこう破れていくじゃない。侵食されていくやん。同時にそういう歴史上に背負った負の遺産というものを、今度は逆に負の遺産というものを背負い込んでいる負担を全部外していかなくちゃいけないようになるやん。そこに矛盾が発生するでしょ。そこに密約が生まれ、そしてまたいろんな問題が、それはもういろ、喋ればきりないけれども、それで日本はイラク戦争でもそうでしょ。何もかんでもみんなそうやろ。イラク戦争は日本は戦争に参加できないんだから。でもしたんですよね。 なぜしたかって言ったら、アメリカがどうしてもしろって言うからしたんだよ、ね、でそれを隠してるんですよね。それだったらじゃあできないじゃない。日本は戦争に参加できないじゃない。それけど参加するじゃない。矛盾じゃない。アメリカに付き合うために だったらその参加したことの事実関係を隠さざるを得なくなるでしょう。そんなんばっかりじゃない日本は。その累積が沖縄密約であり、イラン密約だよ。イランの密約っていうのは、いや、イラクで、どんどん国自衛隊が国連の人道支援、国際連合の人道支援のために国自衛隊はイラクに行きますよって言ったら、アメリカの兵隊全部運んでたやら、武装兵士を。そしたらそれは憲法違反じゃない、そうすると憲法の枠組みは外れてるじゃない。だからそういう問題ばっかりが発生してくるわけですよ。現実日米同盟だから二枚舌の日本になってる、ね、だからそうなってきたり、二枚舌どころやない、三枚舌四枚舌になるやん、ね、憲法違反平気で実態的には憲法に違反しながら建前は憲法を守らないといかんですよ。それが日米同盟だ。これ行き着く先ってどこなんですかね。いや、それは日本が主体的 に日本というものを自分たちの国だとして、主権国家である日本たちは、自分たちは自分たちで、アメリカのための戦争じゃなくて、自分たちは自分たちの国を守るための戦争にしか参画しないと。アメリカの戦争に我々は全面的に協力しませんよと。ドイツはそうでしょう、なぜ日本ができないの。ドイツはイラク戦争に徹底的に反対したじゃないの、なぜイラク戦争に日本はそうやって引きずり込まれていくの。それは国の主体性というものに対する認識が全然違うからで、ドイツはアメリカに協力すべきは協力するけど、反対すべきは徹底的に反対するじゃない。それは日本はやらないだけの話だよ。知らされてないから抵抗もできないというか、そこまで引きずられてってることを、そもそも結論を隠してるわけだから、知らないので抵抗できない、抵抗できないために隠してる。いやいや、それは隠さざるを得ないようなことをやるからやそのやってることが国民に知られたら、それは憲法に抵触するだろうし、主権国家としての日本というものが言ってる、日頃言ってる建前と全然違うことをやるということになるから隠すわけですよ。それで隠してるうちにどん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 累積していくわけだよ。その隠し一つや二つやない、それが三つや四つずっとなっていって、それでそのうちにどん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 日米同盟の中身が変わっていくわけですよ。変質していくわけですよ。どんなものに変質。いや、それは最初は日本はアメリカは日本を守ってやってるっていう、1960年の新安保条約は日本はアメリカによって守られてるというだけでだったよね。だからそれが今度はだん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 アメリカは日本にお前守られてるだけじゃダメだよっていうことになってくるじゃない。お前たちも俺たちに協力しろっていうなるじゃない、だん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 。そしてそのうちに自衛隊どん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 太ってくるじゃない。自衛隊今世界で5番目の軍隊ですよ。あなたたちあれじゃない日本の軍隊というのは小さな軍隊じゃないんだよ、あんた。そんだけ太っちゃったんだよ。そうするとさ、例えば周辺事態法というのを作るじゃないの。アメリカは世界でどんどん出ていくじゃろ。周辺事態というアメリカが起こったと認識すれば、周辺事態というのは地理的概念じゃないんだよ。周辺じゃない。周辺事態というのは性質なんだよ。性質が周辺事態だって、これすごいぞっていうことになったら、アメリカはどこにでも出ていけるんだから、それをちゃんと周辺事態法に書いてあるじゃない。自衛隊はその出ていくアメリカ軍を後方で支援するって、
今や自衛隊というのはアメリカ軍と在日米軍と自衛隊というのは完全に軍事的にはもう境界線がなくなってきて、だん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 一体化してきて、共同作戦構造で全部動くような仕組みになってきているわけでしょ。例えば横田の第五空軍司令部の中に日本の航空自衛隊総隊司令部が入っちゃった。第五空軍の司令部と日本の航空自衛隊の司令部一緒になっちゃった。そうでしょうか。陸上自衛隊の例 あのお前ら作れって言われて作った中央即応集団という軍隊は、あれテロ対策部隊だと言われてるけど、これはザマに入っちゃったよね、アメリカの軍隊に、うんうん、司令部一緒やない。そうするともう共同作戦なんだよ、自衛隊とアメリカ軍と日本の自衛隊との間に自衛隊があってアメリカ軍があって、それぞれ違う行動してるんじゃないんよ。アメリカ軍が行動するときは即自衛隊が行動できるような仕組みがもう出来上がっちゃったんだよね。そうするとますますさ、日本の主体性じゃなくてアメリカが動けば日本が動かざるを得なくなってくる、そういう仕組みができちゃってる。仕組みが今度の機密保全法と同じだよ。仕組みができちゃったら、あとなんぼ動かしたってダメなの。仕組みはがんじがらめになるわけだ。そういうような状態に日本はなってきてる。1960年の安保と違うよ。あれはアメリカが日本を守ってやってるっていう条約じゃ。そうじゃない。今や日本の自衛隊はアメリカ軍と共同して、アメリカが戦う時には日本も事実上それを応援すると。いつも集団的自衛権が事実上、今度は今集団的自衛権の問題になってきたけども、事実上もうはっきり言うけど、極端に言うたら航空自衛隊がイラクでやったことは集団的自衛権じゃないんかね。あれアメリカの戦争に武装米兵をピストンで送っていくっていうのは集団的自衛権じゃないかね。集団的自衛権ってのはすでに実行されてんだよ、ね、ということは憲法の枠はもう全部取り除かれつつあるわけだ。そのぐらい日本 の軍事共同体っていうのは、だからこそアメリカにそういうふうに共同体化してくれば、日本の防衛官僚とか日本の外務官僚はそれに依拠して存在してるわけだから、それをますます守ろうとするじゃない、うん、そしてますます強固なものにしようとするじゃない、ね、そいつらが特別秘密作るんだから、うん、そいつらが、それは外務大臣その上に乗っかってるだけだ、防衛庁長とか。そしたらそれらに関する秘密は全部秘密になっていくじゃない。だから私は今度の、誰も言わないけれども今度の特定秘密の核心は日米同盟に関する軍事力、経済力、政治、軍事、経済の日米関係が一番の機密な核心だって言ってるの。そういうことを言う人はいないんだよな。そういうことを私は、まあ、言うべきじゃないかと思うんだけどね。明日から参議院で始まるんですけど、だから参議院ではまだ沖縄の密約っていうのをまだ政府は認めてないんだから、まず認めなさいと。そしてそれだけなかったら話にならんでしょう。特定秘密っていうものが嘘ごまかしの都合の悪いものを秘密にするとしかねないっていうのが今の疑問でしょうが、だったら沖縄の密約はあれ憲法に違反する機密じゃない、法律に違反する秘密やねん。それをまだ認めないっていう政権がよ、なんでほいで特定秘密を論じる資格があるかね。そういう、それは現実にまず認めた上で、これは悪いことしたと、二度とこういうような違法なもの、不都合の悪いものは機密にしませんよと国民に誓った上で、初めてそれからスタート切るべき。それをまだやってもいないのに。ですよね、どっちかっていうと密約をもうこれ以上バレないようにしなくちゃっていうんで作るようなもんですからね。結局そういうようにして特定秘密というものは、私が今言ったように日米安保に関する機密がもう9割だと、うん、日米同盟に関する機密が、あとは何みたいなもんよ。分かりました。だけどそれは従来の頃見てみろと、憲法の枠組みにいつもこう触れるような問題が起こってくるから、日米同盟は。だから隠すんだよ。
それから綺麗事綺麗事美しく美しく主権国家として日本は独立してるんだっていう、その独立性を出そうとする、出そうとすればするほどアメリカとの関係は従属性が強いから、それはまたどんどん隠すようになるやね。だからそれが国家機密の中枢になるわけで、なんか偽装独立みたいな、あ、まあ、そういうことですね。もう お時間ですね。ね、今日まあ、それでいいやろ、ね、ありがとうございます。本当にちょっと暑いエアコン入れる、そういう視点で物を捉えてるやついない。そうなんですか。私しかいないよ。何かというと私は沖縄熱薬からずっとその熱薬っていうものを知り尽くしてるから言えるんで、現実には沖縄熱薬なんか何も解明されてないんだから。6500万ドル西山さん、最初の密約の嗅ぎつけた時っていうのは最初からなんかこれおかしいあるはずだって思われたんですか。それ言うことがあったら、ね、一万もアメリカ払わないって言うんだから、一万も払わないのに払うって言うからええんだと思う。沖縄返還交渉においてアメリカは一千万払いませんよということは徹底して知ってるから、それなのに払う言うから変だと思う、ええ、変だと思うよ。沖縄返還交渉においてアメリカは1ドルも払いませんよっていうのがアメリカの鉄の法則やねん。それなのに何で払うんだアメリカ。軍用地復元を所持払うと言うから矛盾を感じるやん。これ変だなと思わない、思わないやつがほとんどやけど、俺は思ったんだけど。それは払うよって言って日本にほら優しいでしょっていうのをカモフラージュしたってことですか。1ドルも払わなかったんだよアメリカ。払わないって言って鉄の法則を出して、私は外務省の最高部の最高の高官から聞いてるわけで、1銭も払わんよってアメリカは。それなのに軍用地復元所持400万ドル払うって言うじゃないの、あの交渉で。それ説明するじゃないの、下っ端は。変に思わんかね、変に思わないのが日本の記者よ。だからあれ書いたのは俺だけやね、うん、そうでしょう。アメリカ1ドルも払わないっちゅうんだから、返還交渉で。そう、払うって、それを軍用地復元保証400万ドル払うっちゅうような交渉するっちゅうんだから、矛盾感じ だったら変なのどうして払うのかね。1ドルも払うって言ってるアメリカに、そして400万ドルも払わせるのかってことになるやね。結局日本が払っとったってことになったけど、日本が肩代わりを全部アメリカが払いますよって言ったら、沖縄の人とか日本の国民が静かになると思ったから、そういう作戦を考えた。もちろん、協定に自発的支払いって書いてあるやん、アメリカ400万ドル払ったって、うん、自発的支払い400万ドルって協定に書いてあるんだから、うん、だから払ったってことしなくちゃいけないから、その軍用地の復元保証はアメリカが軍用地にしてしまったんだから、アメリカが払うのは当たり前やない。なるほど。だけどそれアメリカ一文も払わんちゅうんだから、日本が払ってやったわけや。それはアメリカが払ったように条文に書いちゃったわけで、要するに条約の虚偽表示よ。あんた知らないね、密約の名は。みのにも知らんじゃないか。勉強しろ。沖縄密約ってのは膨大なもんなんだよ、あんた。400万ドルなんて、こんなもんよ。3億2000万ドルは5億3000万ドルで、それも沖縄タイムで、もう今まで何回も書いてるけど、沖縄の密約っていうのはもう膨大なもんなんだよ。それ、今の新聞記者もないもん、知ってるやつ一人もいねえよな。何番俺に説明しても。今回西山さんにインタビューするから、自民党の代議士だって知らん。いや、代議士だって、あの野党の代議士も僕は教えて少し分かる程度、ね、だからな、何ともないと、政府与党はびくともしないよ。知らないの、勉強してその東京地裁で判決が出たんだよとかいうことも弁護士でも知らない。あまり東京地裁とか東京高裁で全部に認定したよね、密約、東京地裁だけじゃなくて高裁まで全部認定したよね。もう認定されて尽くしたよね。
それをまあそれを追求していって、それなのにあなたまだないかって言って言えばいいんだけど、それを追求する人はいない、ね、全然いないですか、うん、西山さんの後輩とか知り合いとかジャーナリストとか。いや、なんか国会でやらなくちゃ意味ない、ね、もう教え疲れて言ったっては福島に今一生懸命教えてやってるけど、もう、ね、何もかもそのまだ密約なんていうのは全然膨大に、あまりにも膨大に変幻自在なもんだから、それ分かってないもんだから密約がありませんありませんって言えるわけだよ。相手方攻めてこないから。ありませんありません、ある程度言えるわけだよ。攻め方が弱いから。なるほど。6500万ドルでもあれ追求していったら大事になるんだけど、誰も聞かない。そっか。私 何遍も書いて、本にも書いてし、まあ、いろいろ国会でも随分しゃべったけど、この前の参考人の時でももうしゃべったんだけど、理解能力がないからもう。あ、まあいい、まあ、そういうことです。要するに外交機密が中心よ。特定秘密なんて言うけれども、膨大40万件とかなんだ、あれはダメで、そのなんか外交機密、特に日米安全保障に関する機密よ。これが機密の中枢実験、うん、それはどういうことで、どうしてそれになるかっていうことは、日本の建前と本音が違う。日本の国家の在り方とアメリカの国家の在り方違うから、それを日本の国家とアメリカの国家一緒にしちゃうんだから、矛盾でやるのは当たり前やね。簡単なことやね。アメリカの国は国際的に全部、世界を全部睨んで行動するんだから、アメリカはどこにでも侵略していこうとするとき侵略するやね。イラクも侵略やね。ベトナムも侵略したやね。日本できない。日本は憲法9条があるやね。日本は世界に侵略国家やね。アジアを全部日本は侵略した国やね。そしたらそれが一緒に行動したから矛盾が出るの当たり前やね。その矛盾が密約よ。矛盾が全部秘密よ。なるほど。その日本の国家と存立の国家というものの対応とアメリカの国家の対応は違うんだよ。それが一緒に行動したらそこに矛盾が出てくるやね。で、隠す。そうすると隠さざるを得ないやん。日本がアメリカに同調する以上は、簡単なことやけど、簡単な、それから先はものすごく複雑になっていく。原点は簡単だけど。密約開示 NGO をいくつか立ち上げて、やいのやいの言って議員にプレッシャーかけて質問して追及してってやらないといけないですね。それはやっぱりずっと今までやってきた人じゃないとね、急にやったって データだって何か知識だってないからね。政治犯罪なんだよっていう認識がみんなないですよね。政治犯罪っていうものだよ。密約があんだけあったってことがアメリカから出てきて10年間経ったって、開示請求訴訟を起こしたのは私だけですよ。日本一億の中で。だから沖縄密約開示請求訴訟で勝利、大勝利を収めて司法に密約を認定させたのは私だけですよ。私は東京地方裁判所と高裁の判決もまだ読んでもらえ。はい、そうします。私が作った、もし私がやらなかったら沖縄の密約なんて永遠に消えてたよ。誰もそこ入れるんじゃない。偉いことやったんだよ俺は。もう東京駅や。東京駅です、はいはい、あそこの信号のところで、はい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 、でちょっと待ってていただいていいですか。いやいや、私新幹線口まで。いやいや、全然待ちますよ、はい、すいません。どうせもう切符買ってあるからいいです。そうですか。どこ止めればいいんですか。あの降りられるのは今青になってるあそこのところが、駅の前でいいです。駅の前でいいです、はいはい、青になってるっていうのは分かんないんで、この次の信号、
この次の信号のところに、あの青の信号、そうそう、うん、あの手前でいいです、あの手前、あそこか、少しね車を寄せるところがあって、そこからだと駅に入れるので、あカバンはこれです、ちょうどいい、7時に着くだろう、ありがとうございました、本当に、ここはい、それでいいですね、先の駅からどこでもいい、ここだとまだ入れないので、この先の、あの、いい歩道橋、いいよし、歩いたっていいよ横断歩道がついてるところがあるので、うん、はい、わかりました、うん、これを渡ったところから駅に入れるようになってるので、渡ったっていうか、その今右折の表示が出てる信号の下か先がたまり場になってます、西山さんは小倉で何をされてるんですか？いえ、私もあんたあれよって今から名古屋行って、明日沖縄行くんだよ、沖縄から帰ってきた博多よ、博多から帰ってきた京都よ、もうその何やってるところじゃないわ時の人ですか？でも、もう本当にもうすごいハードな賃貸マンション持って、今大きな賃貸マンション持ってるけど、みんな息子がやってる、あそうです、もう全部自分はもうやれない、もう息子を全部バトンタッチしたから、あそうです、はあ、もう嫌になっちゃうね、日本作りはベベが、西山さん、外国に行きたくなっちゃうとか思うことない？いや、そんなことはない。そんなことない。外国に行ったからって言って別にいい。もう、なんか用はかなんで、もう、なんか昨日傍聴してたら、隣の女子学生が強行採決見て、私、外人と結婚するってボソッと言ってたって。それは間違いだろ。こういうことで、なくす意味です。本当ですね。あ、これ渡って、あの、ね、チカチカの、うん、いいです、いいです、はい、ありがとう、ありがとう、へへへ、ここでいい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 、はい、ありがとう、前北美和子のえ、それは知らなかったジャーナル特別編の西山太吉さんインタビューを聞いていただきました。いかがだったでしょうか？私もものすごくびっくりしました。で、あ、本当に私って無知だな、不勉強だなっていうのを思い知らされました。まあ、なんといっても忘れられないのは、僕が暴いた沖縄密約なんてもうこれっぽっちなんだぜって、他にいっぱいあるんだから、もっとみんなで今暴かないといけないのに。で、特に、まあ、野党の人たちがそれで突っ込んでくれればいいのに、ジャーナリストの人たちがもっともっと密約のことを暴いてくれたらいいのに、と言って出した西山さんの顔が忘れられません。そして内容的にはもちろん、本質を見ろ、日米安保なんだ、この日米安保体制っていうのが大事なんでしょ、維持したいんでしょ、だけど日本は平和憲法を持ってる国なんでしょ、この矛盾が密約を生むんだよねって、そこの本質を見てほしいって、その本質から目を背けるなよっていうメッセージいただきました。何よりこの秘密保護法が通った今日だからなおさらですけど、戦争は隠せてしまうんだ、都合の悪いことを表に出さなければ憲法9条だって怖くない、実際に自衛隊が物資を運んでいる、まあ、戦争には加担しない、でも同盟国アメリカの手伝いはすると言って物資を運んでいると言っていたところ、実際は武装した米軍兵士を運んでいた、そしてこれが隠されていたということがありました。
こういうふうに戦争は隠せてしまう。そのことも西山さんは最後まで指摘してくださっているのかなと思います。まあまだまだ戦い半ばと言えるかもしれません。秘密保護法が通ってしまった今だから、だからといって諦めるのではなく、取材をして隠したらダメ、違法なことは隠さないって答弁で大臣も言ってるわけだから、でそして違法なことが隠されてしまうと、あたかもなかったかのようになってしまう。あとそのちゃんと記録して取っているはずの文書を捨ててしまうっていうことも、これは今すぐ直した方がいい、まあ、法律としても瑕疵がある、間違いがある、現在の段階でももう違憲、憲法違反の法律であるとも指摘されています。この鬼っ子のような、鬼っ子っていうのかな、なんか不完全な法律を背負ってしまった私たちが、今後また西山さんと一緒に、暴くという姿勢を崩すことなく、胸を張って堂々と進んでいきたいと思います。前北都のそれは知らなかったジャーナルは、また今後もタイムリーにいろんな人たちに突撃インタビューをしていきたいと思いますので、もしリクエストがありましたらメールでもお寄せください。ではまた。ありがとうございました。それでは気をつけて、いってらっしゃい。危ないな。危ない危ない。